はい、皆さんこんにちは、ワンダーリーディングルフィッシュです。今回は提督の決断という日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回は西海岸ロサンゼルスとサンフランシスコ、ここをですね主に戦艦部隊が突入することによって、占領することに成功しています。今回その続きになります。まずはですね、武蔵がこの後シアトルに突入し、シアトルの街を焼き払ってこれを占領していきたいと思います。一方ですね、主力艦隊はこの後ロサンゼルス、サンフランシスコで補給を済ませてありますので、パナマ運河を開港して東海岸に目指してもらいたいと思います。で、一部の陸戦隊はサンフランシスコ、ロサンゼルスに残ってここの防衛統治、そしてもし余剰があればですね、陸路でニューヨーク、ワシントンを目指してもらいたいというふうに思っています。ではまず最初に武蔵がシアトルに突入してますので、砲撃を加えて焼き払いましょう。あとですね、まあ、お伝えしておくと、サンフランシスコに2つ艦隊残ってまして、第11、これは戦艦が2、駆逐5の艦隊、陸戦隊も乗ってます。第10艦隊、これが戦艦2、巡洋艦2、駆逐艦2と、まあ、主力になりうる戦艦の艦隊2つが今ドック入りしてますので、ドックが開けるまではのらりくらりとパナマ運河を目指します。では武蔵の戦いぶり、まずはそこを確認していきましょう。さあ、敵の航空隊、爆撃機が20、攻撃機が20、これはできればノーダメで行ってもらいたい。武蔵はもともと勝破してましたからね。ちょっと待って、ね、攻撃ができなかった、もう一度確認しましょう。陸戦隊がいるよね。なのでここはもうそのまま揚陸作戦に切り替えましょう。これでシアトルに上陸を行っていきます。では残りの艦隊をパナマ運河に向けて移動させていきましょう。では武蔵がですね攻撃を開始していきます。敵の直撃機か、戦闘機35、まあ、戦闘機であれば武蔵の装甲を破ることはできないでしょう。ここの砲撃で敵の陸上兵力計2師団をなぎ払いましょう。その前に一応ですね、まあ、これ以上艦隊、まあ、武蔵は大丈夫だと思うんですが、他の艦艇にダメージが出ないように先に飛行場を潰しておきます。ではこのまままずは飛行場を潰し始めていきます。まず飛行場を破壊しています。あと海兵隊1師団を壊滅、残っている陸軍の師団ですね、これを撃破すればシアトルが日本のものになります。次のターンでねいけるかなというふうに踏んでます。では武蔵によるシアトルの第二次攻撃、これを見ていきましょう。まあ、このターンでね蹴りをつけてくれるんじゃないかなという期待はありますが、4残ったか、微妙に残るな。まあ、確実に次のターンで、シアトルは陥落、させることができるかなと思います。で、オーストラリアとの講和決裂。オーストラリアはもう放置する予定ですね。アメリカを完膚させれば、それで、オーストラリアもおのずと終わると思うので、このまま進めていきましょう。でパナマ運河を目指している主力艦隊ですが、順調に航行を続けています。このままパナマ運河を強襲、あとはですねサンフランシスコに入っている艦隊2つ、これのドック開けを確認しておきます。第10艦隊、これドック開けてますね。物資を補給して次のターンで出撃、先行する主力艦隊の後を追います。で続いて第11艦隊の方を見ておきましょう。第11艦隊の方は残り1日ですね、
補給は済んでありますので、第10艦隊と第11艦隊は同時に出撃できるかなというふうに思います。ではこのまま時間を進めていきます。はい、これでシアトルが武蔵の活躍によって我が方に落ちたという状況になります。ではこのままですね、武蔵はシアトルで補給をした後サンフランシスコに移動してドック入り、修復してですね主力艦隊と合流を行っていきます。なのでまずは一旦ですね入れちゃいましょう。でシアトルには第17陸戦隊、このまま駐留してもらいます。東海岸からアメリカ軍の陸戦隊がやってくる可能性があるので、そこを防ぎたいと思います。アメリカ軍ね、艦隊の動きはほとんど見られないんですけど、陸戦隊はまだしっかり数が残っているようで、活発な行動が見られるので、シアトルをね、奪還されないようにだけ気をつけておきたいと思いますね。はい。では、パナマ基地、パナマ運河の攻略戦、開始していきたいと思います。まずは、昇格随格、第4航空艦隊より、パナマ基地に空襲、空撃をかけていきます。ここでね、パナマ運河をできるだけダメージ少なく、撃破しておけばですね、この後、東海岸での戦いがだいぶ楽になると思うので、そこをね、しっかりカバーしていきましょう。で、シアトルにアメリカ軍の第2師団が奪還にやってきたわけですね。これの防衛はしっかりやらなきゃいけないな。シアトルに陸戦隊今1つしか入ってないんですが、シアトルに陸戦隊を増強しましょう。これを壊滅させる。そのための師団増強は惜しまない。今ですね、カルガリーまで陸戦隊一つ、第17陸戦隊を動かしたんですが、これシアトルに戻しましょう。シアトルにアメリカ軍がやってきている状況なので、これは看過できないですね。そうするとちょっと怖いのがサンフランシスコとロサンゼルス。アメリカ軍は完全に艦隊は沈黙してますけど、陸戦隊はまだ全然元気いっぱいですね。では、ちょっと今回もね、短めですが、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回はパナマ運河、今強襲してますので、この続きを行いつつ、シアトル、ロサンゼルス、サンフランシスコといった、せっかくダッシュした西海岸、これの防衛、やっていきたいと思います。パナマ運河を通ることができたらですね、一挙に東海岸に攻め込んでいくという三段になります。で一部のですね、陸戦隊、ウェワク、ビアク、あとはマーシャルあたりにいた陸戦隊、3つ4つをですね、今、シアトルの方に向かわせる、アメリカ本土に向かわせるっていう指示も行っています。もうアメリカ軍の活発な動き、太平洋、見られないので、陸戦隊を遊ばせておくのはもったいないということで、アメリカ本土決戦の方に陸戦隊を動員していきます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。